どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくり魔理沙だぜ。もう春なのに、なんでセーターなんか着てるんだ？暑着すぎだろ。逆に魔理沙はなんでもう半袖なんか着てるのよ。見てるだけで寒すぎて、凍えそうよ。季節を先取りするのが、おしゃれの鉄則だぜ。先走りすぎよ。まだ5月なんだから、別の服着てちょうだい。季節の変わり目って洋服選びが難しいんだよな。でも暖かくしておかないと、魔理沙はすぐ風邪ひくでしょ。さすが、長い付き合いなだけあって、私のことよく把握してるな。任せてよ。そういえば2005年に茨城県で、マイナス6度の気温の中、パジャマ姿で失踪した女性の行方不明事件があったんだけど、知ってるか？しかも靴も履かず裸足のままだった。この事件は、行方不明者を探すテレビ番組の中で大々的に捜索されたんだぜ。何それ、初耳だわ。そんな姿で外に出たら、私ならカチンコチンになって、凍死しちゃう。詳しいことを教えてよ。それじゃ、メディアを利用した大捜索、茨城女性失踪事件、を紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。まずは事件の詳細を説明するぜ。お願い。2005年12月14日未明に、田園が広がる静かな田舎町、茨城県稲敷市で当時28歳の清原弥生さんが忽然と姿を消したんだ。その時の服装がパジャマのままだったの？ああ。気温はマイナス6度だったのにもかかわらず、グレーのパジャマ姿で、裸足のまま窓から外に出たと見られている。なんで窓から出たってわかったの？窓が開け放たれていたそうだ。外出するなら玄関から出ればよいのにね。しかも携帯や財布、靴や衣類はそのままになっていたそうだ。極寒の中、そんな格好で何も持たずに、窓から外出するなんてただごとじゃないわ。弥生さんってどんな人なの？明らかになっているのは身長が164センチ、体重が52キログラムということかな。それも大事な情報だけど、事件につながるような不穏な出来事やトラブルがなかったのかどうかも知りたいわ。じゃあ、事件1年前ぐらいから起こった出来事を時系列で説明するぜ。2004年2月に弥生さんの自刑が28歳で自殺している。早速、衝撃的な話ね。弥生さんが失踪した時と同じ年齢なのは偶然かしら。弥生さんは相当落ち込んだようだが、その後2005年6月から7月に、オーストラリアへ語学留学している。気分を変えるのには、良いきっかけだったかもね。しかし不幸は続いた。2005年9月、今度は弥生さんの父親が60歳という若さで、癌のため亡くなったんだ。大切な家族を立て続けに二人も亡くすなんて、想像を絶する辛さでしょうね。ああ、その後わかっている情報は失踪する4日前の出来事だ。12月10日、弥生さんは外出している。失踪後に部屋の捜索をしたところ、埼玉県三郷と八潮、東京都大井料金所の領収書3枚がゴミ箱から発見されたようだ。友達と出かけていたのかもね。そしてこの時の帰宅は12月11日だ。茨城県矢田部料金所の領収書が弥生さんの車から見つかっている。別に不審な点はないんじゃない？それが、弥生さんは母親に、横浜に行ってきた、と話していたそうなんだ。なぜ嘘をつく必要があったのかしら？それとも車をどこかに止めてわざわざ電車で横浜まで向かったとか？でもそんな風には考えにくいわね。嘘をついた理由は、明らかにはなっていないんだ。その後の弥生さんの行動は？12月12日には、介護の仕事を新しい勤務先で始める予定だった。しかし、体調不良を理由に休んだそうだ。前日の外出で疲れが溜まっていたのかしら？そして12月13日22時30分頃、母親が弥生さんの部屋でパジャマ姿の弥生さんとしばらく話し、ベッドに入るのを見ている。しかし、12月14日7時30分頃、母親が部屋へ弥生さんを起こしに行ったところ、姿が見えないことに気づき、失踪が発覚したそうだ。ということは、約9時間の間に弥生さんは忽然と姿を消したのね。そういうことだな。ところで、魔理沙はなんでこの失踪事件を知っていたの？割とよくある失踪っていう感じがしないでもないんだけど。実は、弥生さんの失踪はあるテレビ番組で取り上げられ、当時非常に話題になっていたんだ。私もその番組で知ったんだぜ。なるほど、魔理沙はテレビっ子だもんね。なんて番組なの？テレビ朝日で放送されていた、奇跡の扉テレビの力、だぜ。あ、それ知ってるわ。日本各地で発生した、殺人事件や失踪事件といった未解決事件を、生放送の中で、視聴者に呼びかける番組よね。ああ。タイトル通りテレビの力を使って、捜索を呼びかけるんだ。臨場感があって、ハラハラして面白いんだよな。弥生さんの失踪もこの番組に取り上げられたのね。それで、何か進展はあったの？まず、弥生さん本人を名乗る人物から番組宛てに電話が入った。じゃあもう解決じゃない。
いやいや、まだ早いぜ。落ち着いて聞いてくれ。この電話は記憶をなくしたという女性からだった。え、記憶喪失？電話の中では、ホストやホステスとして働いている男女に拾われて、現在横浜の白い一軒家に一緒にいると語っていた。記憶を失っている中、優しい人たちに助けられたのね。番組は直接その場所に行ってみた。しかし、教えられた住所に白い一軒家はあったものの、住んでいたのは老人で、弥生さんたちの姿はなかったそうだ。別の場所に引っ越したとか？そこで再度番組が本人に電話をしたところ、家族には会いたくない、と語り、気持ちが落ち着くまで帰らない。多分家族の顔を見てもわからない。生まれ変わったって感じ、などと語っていた。家族は心配しているのにね。じゃあなんで電話をかけてきたのかしら。電話をしたのは、心配してそうだったから、という理由だったそうだ。それがわかっているなら、一目だけでも姿を見せてあげるべきよ。これって本当に弥生さん本人なのか疑わしくない？番組では、電話主がほくろの位置や聞き手などを話し、弥生さん本人の情報と一致したため、信憑性が高いと判断したようだ。しかも、録音した電話を友人に聞いて確かめてもらったところ、親友が、そっくりですね。そのまんまの声ですね。と言ったり、別の友人も間違いないと判断したようなんだ。じゃあ、本人なのかしら。家族はどう判断していたの？母親は、本人だとは思うんだけど、と話していたが、情景は、声は似てると思う。でも話し方は違う気がする、と別人であると感じていたそうだ。家族でも意見が分かれたのね。結局警察に携帯電話番号の調査を依頼し本人確認を行ったところ、この電話主は弥生さんではなかったんだ。ひどい、いたずら電話ってこと？家族は必死の思いで探しているのに、しかも、友人も声を聞き間違えるなんて。電話だと、声の感じが実際と少し違うから、本人と勘違いしてしまうことは仕方ないのかもな。それじゃあ、弥生さんの話は解決しないまま終わったの？いや、別の手段として今度は投資を行ったんだ。番組には、ゲイル・セント・ジョーンというアメリカの超能力者が出演した。わざわざアメリカから協力するぐらいだから、よっぽど当たるのかしら？過去30年間で、約1000件の依頼を受け、投資の的中率は 90% と紹介されていたぜ。的中率高すぎでしょ。ゲイルは、全米屈指の超能力者とも言われていたみたいだからな。とは言っても、日本での実績はなく、今回の事件が日本での初仕事だったようだ。アメリカと日本では、街並みや生活が異なるし、きちんと投資できるのかしら？まず1回目の投資では、現在の居場所や失踪理由、生死の状況について確認しようと試みた。どれも気になる情報ね。ゲイルは、自宅から西のポイントに強い気を感じ、小川や大きな岩も見えたようだ。ざっくりしすぎてて、あまり具体性がないわね。それから何度も繰り返し大地という言葉が聞こえ、土の道路らしきものが見えたそうだ。つまりそれはどういうことなの？さっぱりわからないんだけど。番組では、この投資を、弥生さんが失踪した際の足取りと解釈した。実は失踪当時、自宅から西の方向に歩いていたことが、数々の証拠や証言から裏付けられていたんだ。じゃあ、ゲイルの投資はあながち間違っていなかったのね。そういうことだな。さらにその方向に進むと、大きな岩でできた石碑や土、小川、小高い斜面などが確認できた。小高い斜面イコール大地ということかしら？肝心の現在の居場所は？その部分は特に言及がなかったぜ。一番重要なところなのに。じゃあ、失踪理由の部分はどうなの？ゲイルは、誰かを失ったという深い悲しみを感じたそうだ。そして、その人のそばにいたいという気持ちも感じたらしい。でも、それが直接の失踪理由につながるかはわからなかったそうだ。どうやら、そこまでゲイルには語りかけてこなかったらしい。誰かを失った悲しみというのは、自兄や父親を亡くした悲しみとも取れるわよね。早くその二人のそばに行きたいと思って、投資覚悟でパジャマ姿で家を出たのかしら？最後に生死についてだが、ゲイルは良い状態ではないと感じ取ったそうだ。ということは、すでに亡くなっているのかしら？失踪当時弥生さんの精神状態は安定していなかったこと、亡くなっているかどうかまで判断はできないことを語っていた。なんだか、あまり手がかりになりそうな情報はなかったわね。やっぱり投資で捜索というのは限界があるのかしら。ゲイルはその後2回目の投資を行った。この時は弥生さんの自宅から投資を行っている。自宅からだと、より強い気を感じるのかしら。ゲイルは、この時、弥生さんが一緒にいたいと思った人とうまくいかなかったと語った。それを聞いた母親が、弥生さんが20歳で結婚し、2年後に離婚したことを話したんだ。20代は若さゆえに恋愛がうまくいかないことはよくある気がするけどね。確かにな。母親はついゲイルの話と、弥生さんの過去の離婚歴を結びつけてしまったのかもな。
また、兄弟間で持っているべき絆に問題があったとも。ゲイルが語ったことで、母親は次男が亡くなっていることを話し出した。兄弟間の話には当てはまるけど、なんだか母親が自ら当てはまりそうな話題に結びつけて、解釈している気もしてならないわ。そうだろ。実はこれは典型的なコールドリーディングなんだ。コールドリーディング?事前に情報を収集せずに相手の気持ちを言い当てるようなテクニックのことなんだけど、人は曖昧な事象から自分の当てはまる事象に結びつけがちなんだ。自分が誘導されていることに気づかないまま、本人しか知らないはずの情報を次々と教えてしまうのね。ああ、当てられたと思っている情報の多くは、実は自らが与えている情報というわけだ。確かに母親も言及されていない事実まで話しているものね。じゃあ、投資はインチキなのかしら?一応最後までゲイルの投資について説明させてくれ。この後外に出て、弥生さんの足取りを投資したゲイルは、お墓を中心とした半径500メートルの範囲内に遺体があり、お墓のある森とその隣の森を重点的に捜索してほしい。三角形の形の森を捜索した方がいいと思う、と地図を見ながら言った。お墓と森がキーワードなのね。そして後日総勢80名の捜査隊や地元の人が集まり、ゲイルの投資に基づいて大捜索が敢行された。結果はどうだったの?全く手がかりを得られなかった。やっぱり、ゲイルが投資した場所をすべて探し、さらには投資していない他の場所まで探したにもかかわらず、進展はなかった。90% の的中率のはずなのにね。この結果を受けて、スタッフはアメリカに戻っていたゲイルへ電話で報告したところ、今は見つけてほしくない。そう思っているのよ、と語り、今年の3月から5月の間にその場所を通った心の優しい人に発見されるわ、と伝えた。物は言いようというか、上手く逃げたね。発見するのはその場所を通った人って、至極当然なんだけど。最後にゲイルは、弥生さんは、家を中心に半径800メートル以内のところに必ずいる、と話した。あれ?お墓を中心とした500メートルの範囲内、って言ってなかった?ああ、範囲が広がったんだ。この超能力者を信じてよいのかしら。しかし、この後急展開が訪れた。なんなの ?4 月7日に茨城県稲敷市の用水路で、一部白骨化した弥生さんの遺体が発見されたんだ。ゲイルが言った通りの時期に見つかっているわね。仰向けに倒れていて、歯型や着衣などから身元が判明したそうだ。この場所って、ゲイルの予想通りなの ?1 回目と2回目の投資で発言した、自宅から西のポイント。墓のある場所から半径500メートル以内は外れていたものの、大捜索の際電話で発言した。自宅から800メートル以内は合致していた。遺体発見場所は自宅から630メートルの距離だったそうだ。それ当たっていると言えるのかしら?範囲を広げれば、当たる確率も上がりそうだけど、それにしても自宅付近にもかかわらず、4ヶ月経ってからって謎よね。数日のうちに発見されても良さそうなのに。弥生さんの遺体は、山菜取り帰りの地元の人間によって発見されている。おそらく、3月から5月に見つかる、という投資は、12月から2月は雪が残っているけど、3月以降になれば雪は溶けるし、人がの山に入っていくのは、暖かくなる春先だという推測からだろう。山菜取りは、人気のないところで草や枝をかき分けながら行うから、埋められていない限り遺体が偶然発見される可能性は高いわね。つまり、投資というより推理ね。実は、この番組では投資による大捜索をよく行っていたんだけど、発見された実例は一件もないみたいだ。投資結果のこじつけ感も否めなかったしね。普通に自宅近辺を捜索していれば、難なく見つかったかもしれないわね。でも、結局のところ弥生さんの死の真相はわからずじまいなのよね。ああ、警察の見解では溺死の可能性が高いとのことだったようだ。でも、ひょっとしたら第三者に連れて行かれ、窒息死させられた可能性もあるのではないかとの見解もある。え、他殺なの?実は、2004年1月31日に茨城大学に通う女子学生が行方不明となり、遺体で発見された事件があった。被害者は自宅アパートを出る際に、彼氏に宛てて、友達に会いに出かける、明日の朝には戻る、とメモ書きを残していた。でも、翌朝になっても、戻ってこなかったんだ。弥生さんの事件とは茨城という共通点があるけど、他にも何か共通する部分があるの?この時女子学生も携帯や財布、靴、衣類を置いたままだったそうだ。奇妙な一致ね。しかし、事件から13年後、この茨城大女子学生殺人事件の犯人が逮捕された。どんな人物だったの?茨城県土浦市に住んでいたフィリピン人の男性で、DNA 鑑定の結果判明したそうだ。犯人と被害者は何か接点があったのかしら?
いや、犯人と被害者に接点はなく、犯行当日たまたま自転車で通りがかった被害者を見つけ、犯行に及んだそうだ。強姦目的による殺人で、窒息により死に至らしめていた。身勝手極まりないわね。実は茨城県では2004年頃、この茨城大女子学生殺人事件と同じような事件が多発しているんだ。どういうこと？例えば、2003年に当時15歳だった少女が、茨城県五霞町川妻の道端で遺体で発見された事件。他にも、2004年に当時16歳だった少女が、利根川沿いの草むらで遺体で発見された事件もある。この少女は発見時には息があったが、その後間もなく死亡した。いずれも死因は首を絞められたことによる窒息死だった。同じ茨城県内で首を絞められて、女性が殺されるという事件が次々起こっているのね。しかも同時期だろ。そのため、これらの事件も、このフィリピン人男性による犯行なのではないかと考えられ、余罪について調査されている段階なんだ。もしかしたら、弥生さんもこの事件の被害者という可能性があるのかもね。家族にとっては遺体が見つかったことで、少し心の整理ができたかもしれないけど、謎が多い不可解なしというのは、気持ち悪いわね。日本では、年間8万人もの失踪者がいるという話もある。え、そんなに？しかもこの数字はあくまでも届けが出ている人の数で、消えたのか、消えてないのかすらわからなくなった人は、その2から3倍いるとも言われているそうだ。毎日当たり前のように失踪事件が起きていると考えると怖いわね。しかも行方不明者捜索の依頼よりも、もっとたくさんの身元不明の死体が上がっていて、身元の確認ができないでいる状態だと、ある警察官は語っている。明らかになっていない事件がたくさんあるということかしら。そんなにたくさんの死体が上がってきていたら、警察も一件一件丹念に調べることは難しいだろうし、そうなるとテレビや超能力者の力に頼らざるを得ないという、家族の気持ちもわかる気がするわ。今は、科学技術が発達して、DNA 鑑定により、長年未解決だった事件の真相が、時を経て解決するということもあるんだ。弥生さんの死も本当の真相が解明される時が来るといいわね。そうだな。さて、というわけで今回は、メディアを利用した大捜索、茨城女性失踪事件、について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。